痛かったぜ、中佐。 カッカ、急ぎ退避を。時間を稼ぎます。 退避するのは君の方だ。 いや、退場だな。 人間の出る幕は終わった。 やめろ。てめえ、人間を何だと思ってやがる。道具以外の何だというのだ。黒雲とはハルシが築いた工場だ。 人間という道具を大量に生産するためのな。ハルシの好きにはさせねえ。人間だけで何ができる。管理してやらなければ死に突き進むしかのうがない。お前たちも見ただろう、ルシの恐怖に駆られた愚民ども。ルシの恐怖を煽った貴様自身がルシだったとはな。 私が<笑>そうか、私はルシか。見くびられたものだ。私はハルシだ。我が名はバルト・アンデルス。政府を導き、国運に君臨するハルシの王。闇を恐れ 人間に光を与えたように、我々が民衆の望み通りアージを断行したという大いなる導きを拒絶する浅はかさを思い知れ。
さなる士に何ができる。何をしている。これがファルシの力です。身に来てくれる。
な力を見よ。Hey!
みにじってくれる。アルシの力を崇めよ。
政府の親玉がファルシとはな。じゃあ政府を操っていたのはファルシエデンじゃなくて。言ったはずだ。私が王だと。そう簡単にファルシには勝てねえってか。勝てないのではない、勝とうとしていないのだ。お前たちはファルシに勝つ方法をすでに知っている。魔獣ラグナロク。ラグナロク、なんだそれは。使命を忘れた哀れなルシに教えてやろう。お前たちの使命は魔獣ラグナロクとなり国運を滅ぼすことだ。ビジョンを見ただろう。お前たちの誰かはラグナロクになり、アルシオーファンを倒して国運を破壊する。オーファンだと。アルシエデンの力の源だよ。オーファンがエデンに力を与え、エデンは全ファルシを支えて人間どもを養ってきた。オーファンを破壊すれば秘められた強大な力の暴走により国運は崩壊する。ラグナロクになってオーファンを壊せば使命は果たされるだろう。ふざけるな。与えられた使命など。セラは国運を守ると願ってクリスタルになった。だったら俺たちの願いも同じだ。俺たちは俺たちの願いに従ってクリスタルになってみせる。その娘の真の使命を教えてやろう。お前たちが集まり娘がクリスタルになった、ならば使命はお前たちを集めることだ。娘は悟空を破壊する道具を集めたに過ぎん。考えもしなかったか。それとも考えようとしなかっただけか。真実を拒むルシに現実を見せてやろう。伸びて現実を見るがいい。行くぞ。味の真似を。